なかなかいい借りだった。これでしばらくは食っていけるな。バラした獲物はバイカにも回しておいた。奴のテントに行ってみるといい。何かこしらえとるかもしれんぞ。これほどの獲物が手に入るとはな。ドラゴンの加護があった。ああ、あんたが新しい品が入ったよ。今度の獲物を使ってこしらえたんだ。恒星生物の体は爪の先まで役立つもんさ。内臓は薬になるし、塩も取れる。天敵であると同時に生活の糧なんだよ。何かあったらまた寄ってくれよ。禁止区域にドラゴンが出たんだってな。帝国軍が慌てて調べに行ったらしいぜ。しかし今度の狩りはきつかったぜ。しかし なあ、あんたこの辺を旅してるんだろ。だったらちょっと頼まれてくれないか。わかった。どんな用だ。大したことじゃない。ベラトの村の生き残りにあったらこれを渡してほしいんだ。ただし俺の名は出すなよ。適当にごまかしといてくれ。生き残りって人が見つからなかった。その時はそれはあんたにやるよ。俺早く大きくなりたいな。それで父ちゃんの狩りを手伝うんだ。すいません、仕事があるので。私たちはゾアの森を目指してるんだよ。あの森なら楽に暮らせるだろうからね。でも森には必ず恒星生物が。あんた経典読んだことないのかい。ゾアの森は特別なんだよ。神様の力で守られてるのさ。大きな町もあるって話だよ。そんな場所が本当にあるのか。この辺の行商人に聞いたんだけどね、みんな一度は買い付けに行くんだってさ。ずっと東に進めばたどり着けるはずだよ。お話なら母に聞いてください。恒星生物でも食べればうまいもんさ。
料理の仕方にコツがいるけどね。あの人も狩りに出られればね。体が弱いからしょうがないんだけどさ。すいません、仕事があるので。お話なら。すいません、私生まれた村から出たことがなくって、旅に出てからずっと心細かったんです。ずっと一人で旅してるんですか？一人で寂しくないですか？ごめんなさい、よその人とお話ししたことなくって。私生まれた村から出たことがなくって、旅に出てからずっと心細かったんです。ずっと一人で旅してるんですか？一人で寂しくないですか？ごめんなさい、よその人とお話ししたことなくって。私生まれずっと一人で。出て行ってしまうんですね。暗夕のおじさんに聞きました。狩りに出るのって命がけなんですね。外の世界ももう怖くなくなりました。あなたも旅してる世界ですから。お前ハンターだな。年の割にはいい面構えをしとる。あんたは？わしの名はラドガムだ。一応お前と同業のつもりだよ。この町はスカン、どいつもこいつも腰抜けばかりだ。わしももう年だ。いたずらに命を惜しむつもりはない。ハンターとして死ねればそれでいいのだ。これしか買えないんですか？去年と同じだけ払ってるのに。最近は買い手が増えてますので、嫌なら無理にとは言いませんが。
もう少し余分に売っていただけませんか。このままだと満足に歓喜が越せません。ならばそれも神のおぼし召でしょうな。どうだよお客さん、いいもの揃ってるだろう。これみんな売り物なのか。作りかけもあるけど大体はそうだな。俺はやれとってんだ。この間ここに店を出したばかりでね、武器なんかもあるから見てってくれよ。お前さんは本なんか読むのか。読み古したやつなら持ってっていいぜ。やばいのもあるがな。これ以上は勘弁してくれよ。俺の読む本がなくなっちまう。よう。なんだ、冷やかしか。よう、調子はどうだ。この町には何しに来たんだい。食料の買い付けじゃなさそうだろう。人を探してるんだ。なら十番の店に行ってみな。あいつならいろいろ知ってると思うぜ。よっ。俺もいろんな場所を旅してきたが、合成生物のいない森なんて初めて見たよ。近所のじいさんが銃の修理を頼んできてね。しかし断った方がいいだろうな。狩りができそうな年には見えなかったし。お前新顔だな。俺は新政府門番のアブネルってな。俺の仕事中には面倒を起こすなよ。何かやらかすんなら昼間にしとけ。お前もここの噂聞いてきたんだろう。よそに比べりゃ楽園みたいなところだけどな。門番ってのは退屈な仕事だぜ。眠気をこらえるのも一苦労さ。お前もここな。金貸してくれよ。100ダインでいいんだ。ありがてえ。これで食料が買えるぜ。
まだ店は開けてないわよ。あのさ、それベラとの笛よね。そうだけど、やっぱり私ベラとの村で生まれたのよ。その笛は村に伝わる宝だったの。でも村は帝国に焼かれちゃってね。多分私が最後の生き残り。それならこれ受け取ってくれないか。いいの？でもどうして？大地、それどこで手に入れたの？つまり見つけたんだよ、村の焼け跡で。でもほら、僕が持ってるよりは。ありがとう。それじゃあ遠慮なくもらっとくわ。あまり長居する場所ではないぞ。恒星生物から人間の生きる場所を守る、それが本当のハンターってもんだ。それに触るな！ごめん、珍しい銃だからつい。ほう、わかる。それほどの細工はめったに見られんぞ。それはな、わしの仲間たちの形見だ。長年生死を共にした連中だったが、みんな恒星生物に殺されてしまった。わしとあと一人を除いてな。あと一人？そいつのことはもうどうでもいい。とにかく仲間の仇を討たねばならん。お前もハンターならわかるだろう。こんな武器じゃ気休めにしかならんな。やはりあれが治らんことには。ここは恒星。ここお前狩りを始めてどれくらいになる？手伝いだったら昔からやってたけど。ほう、どのくらい仕込まれとるのかな。一つ試してやろう。そうだ、それでいい。そうだ、それでいい。それでいい。そうだ、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 それでいい。それでいい。大したやつだな。お前を見ていると若い頃を思い出す。ほれ、これを持っていけ。でもこんな貴重なものを。遠慮せんでいい、持っていけ。お前のようなやつこそ生き残るべきだ。Thank you.
見かけねえ顔だな。なんだ、ハンターかよ。そういうあんたは何なんだ。でけえ口叩くじゃねえか。未来の新生区民に向かってよ。俺の名はアルドだ。覚えときな。手伝いならお断りだぜ。てめえと給金を分ける気はねえ。新生区民になるには下積みがいるのさ。てめえに言っても分かんねえだろうな。この作物はみんな新生区のものさ。俺たちはわざわざ金で買わなきゃならねえ。新生区に雇われてはした金稼いでもまた連中に吸い上げられちまうのさ。ああ、一杯やろうってんだな。町の入り口の横に階段があるだろ。そいつを越えりゃ目の前だ。青い扉が目印だぜ。ゆっくりしてってね。なんだ、坊主も飲むのか。まあいや、別に止めやしねえよ。十番の店は誰だってお得意様さ。金さえ払ってくれれば。話なら注文してからにしな。ウルの水職人に伝わる発酵酒だ。よそじゃ飲めねえ代物だぜ。どうだ、うめえだろ。うまいよ。本当か。なんか苦しそうだね。そんなことないさ。って言って根性あるじゃねえか。気に入ったぜ。こいつは取ってきなハンターさんよ。帝国っていや聞いたか。黒い空中戦艦の話。黒い船、この近くにいるのか。でけえ声出すんじゃねえよ。噂だ噂。塔を探してうろうろしてるそうだぜ。森の向こうにあるっていう遺跡よ。詳しいことはパイットにでも聞きな。ここに住んでる人か。ここじゃねえよ、隣の新生区さ。発掘品を毎日いじり回してる変人よ。こないだ記録機械とかをこしらえてな。そいつで塔の絵を描いたんだとよ。ほれ見てみな。そいつをやるからあとは本人に聞きな。夜が明けたらこっちに出てくるだろうぜ。構成生物のいねえ森ってのはいいもんだぜ。これで新生区の連中さえいなきゃやな。ここに流れてきた連中の吹き溜まりよ。新生区に入れてもらえねんで勝手に住みついちまったのだ。そこにいるヤエルは、まあなんだ、女っ気がねえと客足が鈍るからな。坊主もいっぺん相手してもらえよ。もう少し大きくなってらな。
聖なる方々の聖なる巡れさ、俺たちには縁のねえところよ。連中よく平気で遺跡に入れるんだ。神をも恐れぬってのは奴らのことだな。旧世紀のことにも妙に詳しいし、得体の知れねえ連中だぜ。解放区まで来ないと酒が飲めんとは、評議会も少し考えてほしいもんだ。君もこの町の噂を聞いてきたのかね。残念だが、よそ者の居場所などないよ。さっさとこの町から出て行きな。俺みたいになりたくなければな。ここには食料の買い付けに来てるんだ。子供たちを養わなくちゃいけないんでね。森からは作物がたくさん取れるんだ。でもみんな新政区の連中が独り占めさ。新政区のやつがいると酒がまずくなるぜ。てめえもそう思うだろ。じいちゃんかと思ったよ。じいちゃん？いや、いいんだ、人違いだったから。それにしてもよくここに入れたね。ここ俺だけの隠れ家なんだ。他のやつには黙っててくれよ。代わりにこれあげるからさ。俺ベゼルってんだ。一応新生区民だけど、いつかここを出ていくつもりさ。旅の荷物とかここに隠してあるんだ。見つかったら捨てられちゃうからね。俺自分の力で生きていきたいんだ。神様に守ってもらうんじゃなくてさ。パイロットさんなら機械置き場だろうな。昼間は大抵あそこにいるはずだよ。通路を抜けると正面に壁が見えるから、その壁に沿って右に進むんだ。一段下がったところが機械置き場だよ。町の入り口の横にある階段を越えてそのまま進めば通路に入れるはずだよ。
なんか用か？ないなら俺に構わんでくれ。この絵、もともとあなたのものだったって聞いたんだ。それで、この絵の遺跡、塔について教えてほしいんだ。絵だって？バカ野郎、そりゃそんなチンプなもんじゃねえよ。投資版って言うんだ。それぐらい勉強してから来い。これだから外の連中は。それなら聞いたことはあるよ。9世紀の記録機械だろ。見かけない顔だな。ハンターか？Cか？まあね、そんなところだ。で、塔がどうとか言ってたな。あの遺跡がどうかしたのか？塔の場所を探してるんだ。何かあなたが知っていることがあれば教えてくれないか？おい、そんなこと聞いてどうすんだよ。あれは俺が発見したんだ。要するに俺のもの。あんたに教える義理はないね。まあ、あんたの出方によっては教えてやらんこともないけどな。あんたハンターだって言ったよな。なら禁止区域の北ゲオルギウスの話を知ってるか？いや、物を知らねえな。そこに行けば9世紀の機械があるはず。ほら、そういうやつだ。見ての通りこいつを修理してるんだが、部品が足りなくてな。あそこはまだ人が入ったことがない。空中船の部品もあるだろうぜ。ま、あんたがそれを取ってきてくれるんなら塔の場所を教えてやってもいいぜ。んじゃ、よろしく。早いとこ頼むぜ。まだ何か用か？まさか何を頼まれたか忘れたんじゃないだろうな。そんなことないさ。じゃあもたもたしてないで行ってこいよ。でないと作業が進まないだろ。ゾアの話なら結構有名だけど、俺たちみたいなの受け入れてくれるのかね。ベラとの生き残りって人見つかったよ。預かったものも渡してきた。そうか、ありがとうよ。こいつは礼金だ。少ないが取っといてくれ。会わなくていいのかい？あんたもそこの人だったんだろ？合わせる顔がないんだよ。どうして？そうだな。あんたには教えてもいいかな。ちょうどあんたぐらいの年の頃だった。俺は村を出て帝国の傭兵になった。汚い仕事だけど給金は良かったからな。ところがある日、辺境のある地域を制圧する命令が出た。でもそこは俺の村のあるところだった。俺は脱走して村に知らせに行ったが、空中戦艦の方がずっと早かった。村に着いたのは焼け跡しかなかった。あれはそこから掘り出したものなんだ。そんな大切なものだったのか。いいんだよ、あれを持つ資格なんか俺にはないんだ。村を帝国に売った裏切り者だからな。
でも本当は違うんだろ。死んだみんなにとっては同じことさ。禁止区域にドラゴンが出たんだってな。帝国軍が慌てて調べに行ったらしいぜ。しかし今度の狩りはきつかったぜ。Thank you.
この守り火はゾアの命だ。恒星生物どもからこの一帯を守っとる。ここにいる限り住民は安全というわけだなあ。バカイノ、ハンターの戦いに意味はあると思うか？よくわからないけど、ないと思う。でも意味なんていらないんじゃないかな。生きるためにやってることなんだから。生きるためか。まあ、若いうちはそれでもよかろう。なんだこりゃ。こんなくだらねえガラクタで俺をごまかせるとでも思ってんのか。どうせその辺の遺跡から拾ってきたんだろうが、このパエット様は騙されねえぜ。ゲオルギウスにはもっとすげえもんがあるはずだ。俺が驚くようなものを拾ってくるまで塔の話はできねえな。調子はどうだ？毎度。
おい、お前侵入者だ。船内に交流しておけ。出港が近い。おい、誰が寝ていいって言った。だから何度も言ってるじゃないか、僕らも襲われたんだ。ふざけるなよ、このハンター崩れが。クレイメンにいくらもらった？エッジ君、君はクレイメンという男をよく知らないようだ。彼は塔の力を使い、再びこの世界を滅ぼそうと考えている男なのだ。旧世紀がそうやって滅びたようにね。かつて一夜にして三つの大陸を焼いたと言われる塔、その力は我々帝国にこそふさわしい。そうは思わんかね、エッジ君。言いたくなければそれでもいいがね、聞く方法はいくらでもある。このまま機関艦隊に引き渡しますか？待て、これを見ろ。これはクレイメンめ、我々が思っている以上に情報を掴んでいるようだ。ではすでに遠へだとしても、ここで発掘したあれを使えばよい。とにかく陛下への報告を急ごう。はなんでこんなとこに行って顔だな。少し待てばわかる。時間だ。帝国戦艦ってら意外と隠れ場所があってな、帝国がヤバいものを発掘したっていうから便乗して見に来たのさ。お前がいるとは思いもしなかったな。立てるか？見かけの割には大丈夫そうだ。行くぞ。行くってどこに？甲板に脱出するんだ。相棒が待ってる。お前のな。早く。Thank you.
帝国がここに来た目的、50年前にここに落ちたドラゴンになれるのですね。話は後だ。帝国戦艦が来るぞ。ドラゴンってやつはその使命を果たすためなら何度でも蘇るって聞いたことがある。もしかするとお前のドラゴンに反応しているのかもしれん。
つの力が帝国に渡ってたらって考えるとゾッとする。さてと、積もる話もある。どこか近くに降りようぜ。おかげで助かったよ。ありがとう。これで貸し借りなしだな。ところでエッジ、体の方なんともないのか？ああ、大丈夫。大したことないよ。あれだけ痛めつけられたのにかよ。いくらなんでも頑丈すぎるぜ。それもドラゴンの力ってやつか？さあ、よくわからないけど。クレイメンは塔を探してるらしいんだ。塔だと？帝国軍の士官が言ってた。旧世紀を滅ぼした遺跡だって。そっか、えらいものに目をつけやがったな。帝国の連中が慌てるわけだ。帝国軍もドラゴンを欲しがってたのか。でもどうして？黒い艦隊と一戦交えるためだろ。連中もドラゴンを掘り出したらしいから。知ってるよ、一度戦ったから。そのドラゴンには彼女が乗ってたんだ。お前が発掘所で見た女か？一体何者なんだろうな。あ、しまった！どうした、すっとんきょうな声出して。頼まれてた部品取ってこれなかった。まいったな。パエットになんて言おう。なんだか知らねえが、発掘品なら少しばかり取ってきたぜ。半分はそれが目当てだったからな。持ってけよ、金はいらねえ。でも悪いよ。いいっていいって。その代わり何かあったら手を貸してくれ。お前の相棒と一緒にな。してたんだぜ。どこにいたんだ。なんだよ。そうか。だけどこんなものはもういいんだ。それより見たぜ、どこで手に入れたんだあいつを。あいつって何？おいおい、とぼけるなよ。見たんだよ、あんたがあれに乗るの。
まあ待てよ、そう怖い顔するなって。俺はその辺にいるボンクラどもとは違うんだから。自分の知らないものを否定するってのは最高に愚かなやつのすることだ。神だ悪魔だと怯えたり崇めたりするってのはちっとも論理的じゃない。そうだろ。その点俺は違う。知恵と知識ってやつを持ってるんだ。あんたとドラゴンを見つけたのだって9世紀の道具の使い方を知ってたからさ。こいつを使ってあんたがゲオルギウスでドラゴンに乗ってるところを見たんだ。なあ頼むよ、純粋に学術的興味からあのドラゴンを見せてほしいんだ。分かったよ、そのうちな。それより絶対だぞ。誰だっけ。エッジ。そうだ、絶対だぞエッジ。頼むよ、俺も今すぐなんて無茶は言わん。まあでもできる限り早く頼むぜ。そういや何か頼まれてたよな。どう。ああそうだった、あれはこの町の北東湖を越えたところにあるはずだ。はず。こいつを使って取ったもんだからな、実際に行ったわけじゃないんだ。その時の記録見てみるか。あれは確かあった、これだ。すごいだろ、この機械も俺が直したもんね。こいつはこれを飛ばすことでいながらにして世界のあちこちを見ることができる。俺がいじった中でもとっておきのやつさ。これで終わりだ。恒星生物かなんかに攻撃を受けたんだろうな。ここにはそれっきり近寄ることもできないよ。ここウルって遺跡なんだけど、もともとここの地下から塔に行けるっていうんで調べてたんだ。空中から塔へ行こうとしても変な霧に邪魔されて行けないんだよ。ただ偶然塔が映ってた塔島を町の人間に自慢してたら、俺が塔のことを知ってるってことになっちゃって騙すつもりはなかったんだ。いいよ、行くのか。俺は昼間は大抵ここにいる。何かあったらいつでも来てくれ。あ、それから例の約束忘れんでくれよ。それじゃあ次はウルの話をしようか。知ってるよそれ、町が湖に沈んじゃったんだよね。いや、それは本当のウルじゃない。本当のウルは
岩の壁で隠されているんだ。壁を越える道はまだ見つかっていない。だったら父ちゃんが見つけなよ。俺が大きくなったら手伝うからさ。そうか、そうだな。ねえ、ドラゴンって何なの？恒星生物の仲間？いや、あんな連中とは違う。ドラゴンは神の使者だ。地上に残った人間のために使わされたんだ。父ちゃんの話聞いてるんだからさ。ラウルから昔の話を聞いたらしい。ああ。すまんが、やつのことは口外せんでくれんか。よそとの付き合いもあるんでな。構わないけど。だったらどうして雇ってるんだ？別に好きで雇ってるやつや。あいつ、帝国に関わった男だからな。だんだ、見ての通り貧しいキャラだ。エビ好みなどしちゃおれんよ。息子を甘やかすわけではないが、こいつには静かな暮らしを与えてやりたい。若いうちは一人旅もいいだろう。だがいつかは何かを残したくなる時が来る。自分が生きた証としてな。内緒だよ。贅沢言うなって殴られるからさ。東の方って何があるんだろう。兄ちゃん知らないかい？の森が近いらしいよ。一体どんなところなんだろうね。うちのフェイのことどう思う？親の私が言うのもなんだけど、なかなかいい子だろ。しててね。あのこれハンターのお守りです。無事でいてください。ありがとうございます。嬉しい。このことは村からずっと一緒なんです。この子にはずっと無理させてるから、せめてこのくらいしてあげないと。あんたが。どうやらゾアが近いらしい。噂は本当だったんだ。なあ、ハンターの仕事はいつも命がけだ。なのに俺はここでじっとしてるしかない。だけどな、俺
俺のような人間がいるから暗幽たちも帰ってこれる。武器や薬がなけりゃ戦えない。そう自分に言い聞かせて働いてるのさ。ゾアの森でなら安心して暮らせるはずだ。危険な狩りもしなくて済むだろう。そうなりゃこんな仕事ともおさらばさ。なあ、何かあったらまた寄ってくれよ。
プロテクトキー1のキーコードを入力してください。プロテクトキー2のキーコードを入力してください。
生生物接近、人間が乗っています。各隊へ攻撃を開始する。了解。地下の施設を3つのキーで封印した。施設へ侵入する際には3つのプロテクトキー全てを回収し、封印を解除する。なお、ガーディアン、ユリシン波のコントロールはすでに解除され、プロテクト解除の際には注意する。
生物を確認。これより我が隊は攻撃を開始する。各隊とも後に続け。了解。プロテクトキー1の入力を確認しました。ガードプロテクトをレベル1まで解除します。Thank you.
三段砲で叩き落とす。発射。
プロテクトキー2の入力を確認しました。ガードプロ、
しましょう。ファイナルガードプロテクトの解除を承認します。狙え。Thank you.
狙え。これ以上あの人の邪魔をするな。出なければ殺す。ふざけるな。何も知らないくせに。地下には来たけど、ドラゴンなしじゃな。どうすりゃいい。撃つな。生き残りがいることを知らせてどうする。敵の数が増えるだけだ。奴らには目も耳もない。じっとしていれば通り過ぎていく。
銃を下ろせ。こっちへゆっくり出てこい。銃を下ろすかどうかはそれから決める。出られるならとっくに出てる。助けてもいいぞ。塔への道を教えてくれるのならな。すでに塔への入り口は封印した。そんなことより生き延びる方法を考えろ。生き延びる方法？どういう意味だ？ここの恒星生物の戦闘能力はかなりのものだ。一人で戦って勝てる相手ではない。私もこの足だからな。とても脱出は無理だ。一時休戦ってことか。いいだろう。だけど地上に出られるまでだ。それにあんたには聞きたいことが山ほどある。その前にここを早く離れた方がいい。聞こえるだろう。裏側に起動スイッチがある。それを押せば動く。戦闘装備、作動。その銃とシンクロさせる。私が船をコントロールする。敵が来た時の処理は任せる。ドラゴンをコントロールできるのならできるはずだ。どうするんだ？ここからさらに下のドームに地上へ直接出られるエレベーターがある。つまりそこまで行ければここを抜け出せるってわけだな。そこまで無事にたどり着けたら。1番ゲート現在閉鎖中。
ゲートを解放します。
何なんだ。
られる音がする。どこかの水路にゲートを開いた。行こう、多分下に抜けられる。戻れないぞ。問題ない。あそこ
ここが出口だ。なんだよ突然。この先に地上へ出るエレベーターがが今は無理だな。さらに下に降りてキーを探すのが先決だ。
随分下までやってきたな。何階だここ。地下4階だ。ここからは下り坂になっている。ドームゲートキーは多分その坂の途中だ。ここから先は道の分岐も激しい。迷わないよう注意して進んでくれ。Thank you.
Thank you.
正直言って予想外だった。なんだよ急に。お前と二人ドラゴンもなしでここまでやれるとは思わなかった。お前も少しは今のパートナーを信じたらどうだ。それにまだ無事に出られると決まったわけじゃない。そうだな。やっぱり追ってきたか。
あとはこれが上へ運んでくれる。もう追ってこないかな。奴らは巣からは離れない。これ以上は追ってこない。そう願いたいな。食うか。そういえば君の名前も聞いてなかったな。アゼル。変わった名前だな。私が眠っていたベッドにそう記されていた。ベッド？数千年間いた場所だ。私はお前たちとは違う。見た目は人間に近いが、中身はさっきまで戦っていた彼ら、恒星生物の方にずっと近い。ただ与えられた力が違う。それだけだ。力？なぜ僕と戦う？あの人の邪魔をするからだ。なぜそうまでして奴を守る？あの人はこの世界を守ろうと、あるべき姿にしようとしている。それを邪魔する者は誰も近づけさせない。バカな！奴は薄汚い裏切り者だ！塔の力を手に入れるために隊長たちを殺したんだ！アゼル、君は騙されてるんだ。たとえそうでも、あの人は私を永遠の闇から呼び戻してくれた。だからあの人のために戦う。僕はあの発掘所にいたんだ。あそこは退屈だったけど、そんなに悪いところじゃなかった。みんながいたし。それが君が発掘された途端に全て終わったんだ。わけもわからないうちに味方に攻撃されて。今じゃ帝国軍にまで追われてる。すまない。違うのか。こういう時はそう言って謝るんだって。あの人が。一つ聞きたい。なぜドラゴンを操れる？あれは普通の人間に扱えるものではない。僕にもわからない。だけどドラゴンだ。何？追ってきた。ダメか。
ろしすぎた。自立ができなくなっている。完全に破壊するしかない。できるか？大丈夫だ。今度はドラゴンがいる。これ以上あの人の邪魔をするな。え？出なければ。お前を殺さなければならなくなる。